時が来たわよ。君の悪い鏡だな。俺は嫌いだ。なんだかこの鏡、表情がないじゃない？でも、なんだか気になるの。ほら、このレリーフ、なんでわざわざ枯れた花にしたんだろう。この鏡が痛そう？俺は尖ってるなとしか思わなかった。こんなにゴテゴテしてたら、自分の姿なんて見えないよね。そう思わない？歪んだ鏡なんて、鏡の意味をなさないよね。役立たずだな。表面に張り付いているだけの角縁、これならない方がマシだ。意図のあるなしで簡単に価値が変わってしまう。実に興味深い鏡だと思いませんか？ヨリさんが和菓子を持ってきてくれた。君も食べてくれる？男だらけでお茶しても楽しくないし。時間があるなら君もどうぞ。ガトーショコラを半分ずつにしましょうか。いいだろ、俺が甘いもの好きだって。共通点はあまりないんですが、仲良しなんです。見つかると捕まるから、自然とここにいるだけ。人格なんて意味がない。またおいで、チライキちゃん。壊したい。楽しいってなった。そうじゃなきゃここになんて来ないんだろうし。一人になりたくない。もっと痛みを。まあ、どうせもう来ないだろうけど。あれは運命の相手の心の声。人には言えない苦しみを抱え悩んでいるの。そしてそれを救えるのはあなたしかいない。なんで俺の近くに来たんだよ。どこへ行くの。誰だってうちに秘めた狂気はあるものだよ。が分かる。白雪さんがいればいいの。お前が白雪だから。白雪のことを感じる。白雪は他の人と違う。俺から離れない。痛いってどういう。そんな疑うような目で見られると。辛い。白雪がどんな顔をするのか空っぽなんだ。見てみたかった。誰が好き好んでこんなところにいるんだ。白雪ちゃんはそうだ。白雪をかじればわかる。狂気なんて興味ない。この世界に来られるのは白雪だけだ。俺だければ俺の近くに寄るな。